皆さんこんにちは、かっちゃんです。はい、ということでですね、またマクドナルドさんから新しいハンバーガーが出たので今日は買ってきました。クォーターパンダハバネロトマトですがね、これ普通のハンバーガーじゃない、これ普通のハンバーガー。実は多めっていうメニューができたじゃないですか。だから今日はハバネロを増量した激辛クォーターパウンダーハバネロトマトを食べてみようと思います。今回の夏のフェスはね、クォーターパウンダーハバネロトマト、 BLT モッツェラッパ、チキンフィレオハバネロトマト、マックウィング、マンゴーマックブロ、マックビーズ、マックシェイクレオン、マックブルーリーブルーリーオレオ、追いかけハッピーホットケーキ。結構たくさんの種類のメニューが出てます。今回のバーガーはごまの乗ったバンズになってます。バンズを取ると玉ねぎ、レタス、トマト、パティ、パテの下にハバネロソースがたくさん入ってます。怖いわこれ、怖いわあ、辛い、辛い、あ、辛いぞこれ。無理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 。カルビソワシス。野菜がたくさん入ってて、このビーフとね、ちょっと辛いハバネロの感じはすごい合ってます。あら、なんじゃこれ、これめっちゃ辛いで。マックウィング、香辛料を効かせた辛さが特徴の程よい辛さの骨付きチキンサ、ええこれも辛いん、これも辛いん。チキンはこんな感じ、結構小ぶりのチキンになってます。ん、全然辛くないけど、もうね、多分辛さが麻痺してるんだと思う。もう感覚がね、今おかしい。外の衣がすっごいカリカリでサクサクなのに、中のお肉はすごいジューシーです。これ美味しい、めっちゃ美味しい。お肉が手羽元と手羽先部分と1本ずつ入ってます。このハバネロトマト、戦う時が来たんだ。お前よ、お前よ。完食、ごちそうさまでした。はい、ということで今日はマクドナルドの新商品ハバネロトマトとマックウィングの紹介でした。これはね、辛いんですけど野菜がいっぱい入っててすごい美味しかったですけど、ハバネロソース多めはちょっとね、辛いっすね。汗すごいですもん。あとこのマックウィングはすごいお肉がジューシーで美味しいです。気になる人はぜひ食べてみてはいかがでしょうか。じゃあご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあねー。これはね、普通に頼んだ方がいい。パソコンの方は下のリンクから、携帯スマホの方は下のチャンネル登録ボタンから。チャンネル登録よろしくねー。